若いと無理をしがちじゃが、時には下がって周囲を見ることも大切じゃぞ。ヨナ、お兄ちゃん大丈夫？元気だった？うん、お兄ちゃんがくれたお薬を飲んでるから平気だよ。よかった。お兄ちゃん、今日はヨナと一緒にいてくれるよね？うん、もちろんさ。本当に？今日はお兄ちゃんお家にいるの？ああ、今日はヨナと一緒にいるよ。やったー。さあ、体に触るから早く寝よう。夢？夢にまで封印されし言葉が出てくるなんて。
おはよう、ヨナ。どうしたの？お兄ちゃんも体痛いの？ううん、変な夢を見ただけだよ。夢？なんでもない、大丈夫だよ。ヨナも夢を見たよ。へえ。男の子とね、ゲームをする夢なの。どんなゲーム？言葉を当てっこするゲームだよ。言葉を当てっこするゲーム？男の子が何を言っているかをお口を見て当てるの。とても難しかったよ。その子は何て言ってた？夢とね、神話の森かな。でも次までにはお勉強して絶対当てるんだ。いつかお兄ちゃんもヨナとゲームしようね。ああ、お兄ちゃん。どうした？うん、なんでもない。ちょっと気になることがあるから、ポポルさんのところに行こう。なんだこの部屋は。さあ、ポポルさんの趣味の部屋じゃないの？ロボット山で襲ってきた機械だ。飾りにしては品がないことだな。崖の村にいたトカゲの化け物だ。こんな悪趣味な人形がなぜここにあるんだろう。これは石の神殿にいた魔物に似ている。この箱、砂の神殿にあったのと同じだ。仮面の王からの贈り物やもしれぬな。どうしたの、ポポルさん。あ、実はこんな手紙が来たの。
君の悪い手紙だな。誰からの手紙？北の方にある森で神話の森と呼ばれる場所の村長から。神話の森？話好きの明るい人たちばかりで、こんないたずらみたいな手紙を送ってくるような人はいないと思うんだけれど、ちょっと心配だわ。僕が様子を見てくるよ。え？でも僕もちょっと気になってることがあって。そうならいいんだけど。神話の森は北平原の橋を渡って北側にあるわ。Thank you.
さい。なんだか静かな村だね。陰気な村だ。どうせろくでもないことが起こるんだろう。シロはもうちょっと言葉に気をつけようよ。何のこと？伝染する、夢見る。夢見る人？なんだこの奇妙な感じは。不思議そうにとは失礼な。何これ。こやつに聞くのが良いであろう。あなたたちは？僕たちこの村に異変が起こったって聞いてやってきました。私と会話できているということを、あなた方を夢に巻き込んでしまったようですね。夢？お前の夢に取り込まれたというのか。はあ、おそらく。つまり僕たち死の夢にかかってしまった。そんなバカな。いつどうやって。我は眠った自覚などないぞ。死の夢はそういう病気ですから。流すな。
夢に入るきっかけがあったはずです。適当に会話していて悪かったな。害したようにではなく害しておるのだ、はっきりと。知っておるわ、我のことはもう放っておる。
ありがとうございます。これでやっと普通の暮らしに戻れます。しかし奇妙な病気であるな。ええ、できれば他の村民も助けてやりたいんですが。結構簡単に封印されし言葉が手に入ったね。ちょっと簡単すぎやしないか。なんだかこの村にも誘導されてきたような。考えすぎだよ、シロ。この人も夢を見てるの？おそらくはそうであろう。あの文字だらけの世界か、あんまり得意じゃないな。不満を垂れている暇があれば。はい。
この人も夢おそらくはそうである。あの文字不満は この人も夢おそらく文字だらけの世界か、あんまり得意じゃないな。不満を垂れている人
何か言うことある？次はメールは勘弁してもらいたいな。まったくだね。助けてくれて、もうあんな夢見たくないね。こやつも同じか。手のかかることだ。シロは本なのに文字が苦手なの？何事にも例外はある。行くぞ。まだ遠いのかな。建物が大きすぎてどれだけ大きいんだろう。あるいはただの幻か。
なんだか大変だったね。あの景色、どこかで見たような。もう勘弁してよ。これでもう村人たちが夢から覚めるんだよね。村長の言っていたことが本当ならそうなるな。やれやれだ。もうこういう言葉遊びは勘弁願いたいな。まあまあ、とりあえず村長さんに一言挨拶していこうよ。皆さん、どうもありがとうございました。これは心ばかりの。こんな高価そうなものもらっていいんですか？もちろんです。名のある品らしいのですが、戦いのないこの村には必要のないものですから。では、ありがたくいただきます。本当にありがとうございました。村はどうだった？まったく、言葉にできないくらい素晴らしかったよ。そいつは良かったな。ポポルさんのところに戻ろう。神話の森のことを報告に行かないと。
Thank you.
これは植物の葉の置物？この中ではまともな方だな。そう、そんな変わった病気が広がっていたの。はい、奇妙な症状でした。もう二度と行きたいとは思えぬ村だったな。お疲れ様。最近遠出ばかりしているようだけど。平気だよ、ヨナの体のことを考えたら立ち止まるわけにはいかないからね。そう、何か僕に手伝えることはない？実は交易用の水路を整備する計画があるの。準備が整うのはずっと先になってしまうのだけれど、ただその計画が今少し滞っていて心苦しいんだけれど、お願いを聞いてもらえないかしら？もちろん、遠慮せずに言って。ありがとう。水路の整備をお願いしていた人が心配だから海岸の町まで様子を見に行ってほしいのよ。家の場所は地図に書き込んでおくわね。いつも赤いカバンを身につけているから行けばわかるはずよ。うん、わかった。水路か。船であれば今のように走り回らずに済みそうだな。シロは浮いているだけじゃないか。浮くのにも体力を使うのだぞ。え、そうなんだ。なんだその夢を壊されたような顔は。狩りへ出る前に。また買いに来てください。失礼、うちの。いや、それらしい人は見なかったけど。探さないでくれって置き手紙を残していなくなったんで。あの、もしよければ風変わりな帽子をかぶっているんで割とすぐに見つかると。
わかりました。家の人が心配してるって伝えておきます。
あなたが水路を整備してる人？ポポロさんに言われてきたん。はあ、もうダメだ。僕の人生は何か厄介なことに巻き込まれそうだぞ。もうしろってば。一体何があったんですか？実は妻が家出したまま帰ってこないんだ。もう一週間も音沙汰がなくて心配で何も手がつかなくて。それは大変だね。なら僕も探すのを手伝うよ。え？本当かい？うん。奥さんの行方に思い当たる場所はないの？いや、ただ妻はよく酒場で友達と飲んでいたくらいで。じゃあ僕はその人に話を聞いてみるよ。そうか、助かる。妻も僕と同じ赤いカバンをつけているから、そのことを話せば通じるはずだよ。同じカバンを身につけるとは奇妙な夫婦であるな。いわゆるペアルックってやつだよ。これは結婚記念に買った思い出のカバンなんだ。それなのに僕があんなこと。落ち着いて、すぐに奥さんを見つけてくるから。あの男、妻が家出した理由に心当たりがあるようであったな。こんにちは。赤いカバンの女の人を探してるんだけど。なーに、彼女がどうかしたの？家出したみたいで行き先を聞いてないかな。あら、あの夫婦また喧嘩したの？懲りないわね。近頃はここに顔を出していないから居場所は知らないな。そうね、釣り具屋に行ってみたらどう？そこの奥さんとよく世間話をしているみたいだから。わかりました。あなた、よく見ると可愛い顔してるわね。一緒に飲んでいかない？僕はまだお酒飲めないんだ。ごめんね。こんにちは。赤いカバンの女の人を見てないかな？ああ、あの奥さんね。言われてみると近頃見てないわ。そういえば、前に町の外へ出かけるって言ってたような。街の外。わかった。ありがとうございます。街の外に行ったとなると見つけるのに骨が折れるな。うん、魔物に襲われたりしてないといいんだけど。
この魔物、何やら様子がおかしいぞ。もしかしてこれ。あの男が身につけていたカバンとウリ二つであるな。おそらく妻のものであろう。そんな、じゃあ奥さんは魔物に。周囲にそれらしい気配はない。残念だが遅かったようだな。あの人に何て言えばいいんだろう。辛いであろうが真実を告げるしかあるまい。外国製のやつ。また買いに来て。妻が見つかったのかい？いえ、それが魔物がこれを。このカバンは間違いない、妻のものだ。やはりそうであったか。そんな、妻が魔物に。
僕があんなことさえしなければ。家出の原因は何だったのだ。それは僕が…シロ、今はそっとし…ただいま。あら、あなた一体どうしたの？お前、魔物に殺されたんじゃ。何よそれ、何の話？あ、そのカバン拾ってくれたの？よかった、落としちゃったのよね。本当に無事だったんだ、よく…何、一体どうなってるの？なるほど、このカバンを魔物が持っていたから勘違いしたと。無事で本当に良かったよ。全部僕が悪いんだよね。お前が大切に取っておいたリンゴを僕がこっそり食べたから。本当にごめんね。二度としないから、もう家出なんてしないでくれ。家出？私はただ実家に帰っていただけよ。え？一週間くらい家を空けるって前に言ったじゃない。まさかあなたまた私の言うこと上の空で聞いてたわけ？おい、我の第六感が今すぐここを立ち去れと告げておるぞ。それに、私のリンゴを食べたってどういうこと？ほんと、あなたって最低な男ね。なっ！だったら、お前だって結婚記念のカバンを落としたじゃないか！なあ、君も妻の方が悪いって思うだろ？僕？奥さんのリンゴを食べちゃうのは良くないことだよね。すごくお腹が減っていたんだ。妻を探してくれた恩はあるけど、ひどいよ。僕変なこと言ったかな。それにこの前だって僕が大切にしていた切手コレクションを勝手に捨てたよね。何よ、あなたが部屋を掃除しないから私がしてあげたんじゃない。ねえ、そこのあなたも。お、両者に非があろう、お互いに謝れば済むのではないか。
ガラクタのくせに分かったような口を。急に息を合わせおって。あなたのそういうところがダメなのよ。いや、お前よりマシだね。僕はどうすれば。もうどうにもならぬ。ああもう、あなたはちゃんとした仕事に就かないし、私はご近所さんヒエラルキーの底辺でヘコヘコしっぱなしよ。あ、まだ言ってなかったけど。え、本当に？おめでとう。なんで早く言ってくれなかったのよ。ごめん、お前をびっくりさせたくて。何よもう。さあ今日はお祝いにリンゴでパイを作りましょう。何が起きたのかさっぱりわからぬが、まあ二人が仲直りできたならいいんじゃないのかな。ここに来た理由が何であったか忘れてしまったぞ。あ、そうだ、水路の話をしないと。妻を探してくれて本当にありがとう。そうだ、水路の整備だけど。ああそうか、君は水路のことで来てたんだね。仲直りもできたし、また水路の整備を頑張るよ。なんだかひどく疲れたな。とりあえずポポルさんのところに戻ろう。あの赤いカバンの夫婦は大変な二人だったな。あれほど言い争っていたのによく関係が続くものだ。でも仲直りした時の二人はすごく幸せそうだったよ。お互いの気持ちを素直に言い合うことが一緒に暮らすための秘訣なのかも。もしお前がああなったら我は出ていくがな。
ヨナ、メロン持って帰ってきたよ。ありがとう、お兄ちゃん。何でもお兄ちゃんが持ってきてやるさ。他に欲しいものはあるかい？それじゃあ今度はね。スイカだね。わかっ、ヨナ、スイカだよ。お兄ちゃん、ヨナの頼みは何？あとカボチャ。カボチャだね。お兄ちゃん、風変わりなものばかり欲しがるのだな、ヨナは。うん、小さい時からそうだったよ。でもいいんだ、ヨナが欲しがるのなら何だって揃えてやる。
大変だな、兄というのも。大変なんかじゃないさ、ヨナの笑顔が見れるんだから。水路の管理人さんにそんなことがあったのね。でもお願いを聞いてくれてありがとう。助かったわ。ううん、水路の完成楽しみにしてます。また何か困ったことがあったら何でも言ってよね。お疲れ様。あ、ちょっと待って。はい。そうそう、ヨナちゃんが呼んでたわよ。ヨナが？なんだかお願いがあるみたいよ。お兄ちゃんは大変ね。わかりました、ありがとう。ポポルさんから聞いたよ。うん、あのね。なんだ？お兄ちゃん、ヨナの頼みは何でも聞いてあげるからね。じゃあ、言うね。うん。お友達を助けてほしいの。お友達？そう、ヨナ、お手紙でお話ししているお友達がいるんだけどね。手紙で話…文通ではないのか。文通している友達？うん、男の子のお友…お、男の子？うん、その子は病気で困ってるんだけど、お兄ちゃんとシロちゃんで病気を治してあげてほしいの。シロちゃん…その男の子ってのは…うん、あのね、南の方にある大きなお家に住んでるらしいの。お兄ちゃんにしかお願いできないの。いや、でもそれダメダメとかじゃなく、分かったよ。何か方法を探してみる。わあ、お兄ちゃんありがとう。ヨナにボーイフレンドが。どうした、お兄ちゃん、声が震えておるぞ。バカ、そんなことないよ。Thank you.
よくもまあ飽きもせずにやられに来ることだ。しかしなぜ奴らはこんなところに現れるのだろう。食料があるわけでもないのに。
ですよ。外国製の また買いに来た。なんだか機嫌あ、わかりますか。それはよかった。今まではまともに生活崖の村にいる彼女にこっちで一緒に暮らしてほしいと言いに行きたいんです。でもなかなか時間が取れなくて。それなら善は急げだよ。え、こやつのおせっかいがまた始まる。彼女は村長の家の近くに住んでいます。本当は月の涙の栽培を試みていたんですが、ご存知の通りあの花は伝説と呼ばれるほど栽培が難しくて。でもその代わりに彼女が好きだったフリージアの栽培に成功したんで、結果としては良かったんだと思います。これ月の涙の栽培はさぞや手間のかかることであろうな。恋人を呼ぶために必死で頑張ったんだね、あの人。しかしその恋人とやらは本当に待っていたかったのだろうか。お、どういうこと？あの男と共に暮らしたかったのではないか。でもそうするのが大変だったから村に残ってもらったんだよね。大変だろうと、一人でいるよりはマシだ。時間や距離が二人を分かつとはなぜ考えないのだろうか。シロは心配性だな。大丈夫、きっと会えるよ。そうだな、そうだと良いな。
お待ちしておりました。こちらへどうぞ。ここでお待ちください。めんどくさい。魔物が出たら呼んでくれ。待たぬか。何やら面妖であるぞ。怖いの、シロ。
そろそろ引き返さぬか。あれ、カイネ、どこ行っちゃったんだろう。消えた。名誉な館ゆえ、さらわれたか、食われたか。何やら絵が変わっているようだが、この顔すごく苦しそう。なんだか少し怖いな。そうだな。早く行こう。早く行こう。魔物がいる。なぜこんなところに。二十歳前の男の子一人。
足音だけでわかるの？当たりですね。うん。あともう一人というかもう一冊足音は一人分ですが、我は白の書、足の生えた書物などあるものか。我らの自己紹介は以上だ。次は何時のことを聞かせ願おう。僕はエミール、この館の主です。じゃあ手紙をくれたのは君？手紙？一体何のことですか？なんだか話が噛み合っていないぞ。ダメ、近づかないでください。ん？危ないんです。僕の目は物を石に変えてしまうから。だからこうやって目隠しをして生きているんです。ずいぶん変わった特徴があったものだな。手紙の件はもしかしたら執事が知っているかもしれません。この鍵で館の奥に入れるはず。ご案内します。いいよエミール、僕たちだけで大丈夫だよ。そうですか。では鍵をお渡しします。一番奥の部屋が執事の部屋ですから。あとこの家は迷いやすいので館内の図面をお渡ししておきます。一番奥の、シロ、カイネはどうするの？放っておけ、あの女のことだ。一人で何とかするであろう。そんな、なんだこれ。執事によく似た人形のようだな。我らは騙されておらぬか？魔物だ。
これも人形か。動いた。どうしたんですか。ご主人様。こやつが。ああ、彼が僕の面倒を見てくれてる執事です。悪い人じゃないんだけど、ちょっぴり柔軟性に欠けるというか、人間味がないというか。申し訳ありません、ご主人様。人間であったか。執事さん、僕たち手紙を受け取ったんだけど。はい、あれは私が出した手紙です。数々のご無礼をお許しください。ご覧の通り、我が主は見たものを石に変える己の目を憂い、自ら光を絶っております。そのけなげなお姿があまりに不憫で、なんとかならないものかと。皆様が名だたる勇者と伺い、主の名前で手紙を出したのですが、いただいたお返事はなぜかヨナ様からで。それじゃあ、ヨナとの手紙をやり取りしていたのは。はい、私でございます。何度もヨナ様には取り次いでいただくようにお願い申し上げ、ようやく皆様にお会いできた次第で。ヨナは違う理解をしておったようだが。ヨナもあまりよく分かってなかったみたい。ああ、お会いできて本当によかった。我が主の目を何とかしていただける日が来ようとは。そうだったんですか。あいにく我ら、少なくとも我の横のこやつは勇者でも医者でもあらぬ。この際何でも構いません。館の中にある治療法さえ見つけていただければ。え、館の中に治療法があるの？だったら。はい、私が行ければ良いのですが、その場所に魔物が発生してしまい近づけないのです。お願いです、どうか魔物を倒し、主の目を治してください。やめてよ、お客様にそんな無理言わないで。分かった、いいよ。勇者を気取るか小僧。困った時はお互い様じゃないか。それにどうせカイネも探さないといけないし。申し訳ありません、よろしくお願いいたします。いろいろご無理をお願いして申し訳ありません。僕も敵を石化するくらいならできます。お手伝いします。ごめんなさい、執事は僕のことを考えてくれるあまり、よそ様に無理を言いがちで。
く皆さんについていきます。この目が役に立つかもしれないから。